ともりです、今日はオフィスオーガスタの方に、打ち合わせで来てます。でこんな感じでずずずいっと、紹介したいと思います。向井幸太郎さんです。よろしくお願いします。向井さんは山崎雅之さんのマネージャー、さんですけれども、はい、なんて呼ばれてますか普段。そのまんま名字で向井さんはこのファンクラブの開放でですね、こういうコーナー持ってます。向井幸太郎の向かうところ敵なし。これ これ第25話ですけど、はい、迷子。そうですね、はい、あのネタがある限り、ネタがある限り、たまにこう僕もコラムみたいなの書いたりするんですけど、うん、まあお客さん写真見たいだろうなっていうのがあって。そうですよね、うん、本人ショットをメインに、うん、レポート文字をちょっとレポートする形、うん、で隣には山崎さんのコラムが、はい、ドクダニズム宣言、はい、ね、こんな面白さ満載のちょっとファンクラブの開放なんですけれどもね。毎月、はい、毎月これ珍しいと思います。毎月発送してる。あ、そうなんですか。大体あの2ヶ月に1回、半年に1回、うん、まあ、3ヶ月に1回、年に1回って多いんで、うん、まあ、ページ数少ないんですけど、毎月やっぱ届くの楽しみにしてる。これは続けていくんだと思いますので、うんうん、はい、まあ、企画はうちのファンクラブ担当が考えてます、ね。あ、なるほど、はい、分かりました、ありがとうございます。向井さんでした、はい。